ユニフォーム。こんばんは。髪の毛ボサボサ。こんばんは。カープ強い。カープお強い。お風呂まだですよ。大変だ。こんばんは。お疲れ様、ありがとうございます。こんばんは。いやー、カープ勝ちましたね。こんばんは。元気ですか？元気ですよ。こんばんは。最近ちょっとボーイッシュな雰囲気。嘘？本当ですか？顔は変わってないですけど、髪も短くなった気がかな。果たせました。一体お、お疲れ様です。今日ラジオだ。そうだ、寝なきゃ。いや、起きなきゃ。頑張らなきゃ。こんばんは。笑顔ですよ。こんばんは。最近ね、めっちゃ疲れてるんですよ。汗かいてる。え？汗かいてないよ。かいてるかな？でも少しかいてるかも。そう言われたらかいてきた。集中してたら。かいはー。こんばんは。今日のズームした。私ちょうどデビッドソンが打った瞬間見てて、テレビで。ちゃんと寝れてる。寝れてるかな。明日もやることがあって、明日までやらなきゃいけないことがあって、お仕事、まあ覚えなきゃいけないこととかがもうめっちゃあって、追い込まれてる。ターリー中継ぎなら6連勝ん？大盛り上がり。そうじゃろ、そうじゃろ。なんか心なしか声援めっちゃ大きい感じしたもん。もう中継じゃけさ、現地分からんけどさ、実際どんな感じなんか。こい、おー、カープも強くて。お話し会受け中、付け中ですってバナに騙された。あれ、ほんまじゃね。このバナもう消さんとやね。今消せるんかしら。こんばんは。こいほー。暑さで今バテそう。夏バテ。カップラーメンで食べたことある。あれって簡単で美味しい。え、美味しい美味しい。カップラーメン美味しい。こんばんは。
コア落ち着いたらカープも気分転換に、あ、コカオも気分転換にカープ行って、ね、行きたい行きたい。お、こんにちは、私はインドネシア出身ですか、誰ですか。 My name is ココア。社長と喧嘩？いや全然してないよ、全然してないですよ。こいほー、こんばんは。こんばんは、ココアちゃん、こんばんは。ココアちゃん、あ、高校生の時は友達、女の子、ココアタンって呼んだりされたりして、そんだりし、呼ばれたりしてましたよ。ココとか、ココア、仲いいとそうなるのかな。今日はラジオです、こんばんは。ココアタン、なんかファンの方から言われるのは、ね、違和感あるけど、友達とかに呼ばれたら全然あれなんですよ。社長は広島の人なの？いや、名古屋の人ですよ。やばい、今日は、いや、元気ですよ、今日も。でもサラピのね、インスタのね、ストーリーでね、やばい、こんばんは。でもどこでも寝れるんだなと思って、やっぱり私は。今日はラジオですよ、皆さん聞いてくださいね、こんばんは。笑顔ですよ。いやもう待って、ツアーを迎えるにあたってだんだん怖くなってきてないけど、カーブ最初負けかと思ってたら勝っていた。いや勝ってしますよ。あわわわ、ちょっとすぐ終わろ。すぐ終わります、解放。いや頭回らんね、ほんまに、ほんまに頭回らんね。なんかみなさん頑張れくださーい。いやまだキャラ戻っとるよ、気持ちは戻っとるんだけどね。勝利のごませ、ふう、そう、眠気でくるくるしよるくるくるしよる。こんばんは、頑張る。ツアー、あっという間にツアーの日になりそうやね。え、眠たい、眠たいよ、ほんまに。まあでも私より忙しい人はいっぱいいますからね。全然忙しくない。ラジオもありますから、今日エネルギー不足。なんかね、いやなんかね、静か、いや、ショールームでもよく喋っとるけど、あのショールーム以外で温存しとるはずなんじゃけど、ショールーム以外の場所ではちゃんと温存しとるはずなんやけど、口が乾燥するんやけど、なんでなんで、
れん。口乾燥してるって水足りてないんかな。こんばんは。はじめまして。なぜなぜ何それ。やっぱり未だにその使い道を分かってないですね。なぜなぜ。栄養も取れてるよ。もうなんか取れてる、取れすぎなんちゃう。丸くなったよ。湿度も関係、え、あれなんかな。あ、脱水症状気をつけんと、なんかそう、スタッフさんも身近な人でもなんか脱水症状って一気に来るらしいよ。なんか普通に平気みたいな感じで言うとっても、急に冷や汗かき出して急にパタってなるんだって。急に来るんと。コカー史上一番ロングヘアどこだったか。え、これぐらいじゃない、見える。どれぐらいだろう。結構長かったよ。だってドライヤーまあドライヤーサボる日の方が多かったけど、結構時間かかってたもん。いや、母さんがやってくれる人が。それから結構短いかもね。サラビに寝顔を盗撮されてましたよ。お母さん寝起きの状態で、お母さん見てこれ、口開いとる。口開けでね。まあでもお母さん寝てる時大体口開いてますよ。言い残して帰る。まあ順次解散だったんですよ今日で。残ってたから私。言い残して帰る。カープ強すぎー。あー、なんかカープファン感謝デーのさ、中国電力とか、なんだ中国電力とか、あのスーモとか、それ何やって、私 CM みたいなやつを撮影した時はなんかいつもカピバラ三兄弟のなんかくれるんですよ、グッズみたいな。ありがたいっす。かわいいよねこれ。使えん。
に置いとこうかしら。かわいい。買ってこいこい、買ってこいこい。こ広島ん高校野球の広島予選の番組、今年もコカードといいな。え、今年私なのかな。どうなんじゃろう。毎年、いやもうね、毎回ね、あのディレクターさん結構ねドライな方でね、え来年もありますかって聞くやんか。うーん、まあ今回うまくできたらじゃんみたいな感じなんですけど、って言いながら毎年やってもらってるんですけど、まあでもどうなんだろう、今年はどうですかね。時間がかどっかかな。こんばんは。ここに切りができてる。あ、目が眠そう。本当、早くお風呂に入ります。電気消してもいいか、変わらない。ラジオは、いやせっかくなのでリアタイしたいんですけどね。皆さんには聞いてほしいですしな。そろそろお風呂に入ってきたいと思います。はい、ここちゃん夏痩せ？え、いやしてないと思うよ。髪切って丸く見えるようになってる時、お腹冷えるように、それそうよね、お腹冷えんようにしようね。お風呂に入ってきます。うん、配信見てくれてありがとう。全然痩せてないから言われて。お疲れ様。こんばんは。お疲れ様でした。ランキングを読みます。13位ハップ、12位もっくん、11位まきまき、10位スエン、9位ジェネラゴ、8位筋肉愛好家、7位ミヨロ、6位ナッシー、5位ライトニング、4位山猫坊主、3位コニョ、2位サージカル、1位はスバル。ありがとうございます。はい、今から寝ようと思います。あ、そう、お風呂に入ろうと思います。では今日も一日よく皆さん頑張りました。配信見てくれてありがとう。バイバーイ。